和風ゲームブロガーの独り言はい、えー、そういう意味で今回はですね新ラジオ始まったばっかりですので、まあ、簡単にですね、えー、自分の自己紹介ですね、えー、どういう発信してるかとかこういうことについてお話をさせていただきたいと思います。はい、あの僕はですねあのに日本的な要素が あの、直接登場するゲームっていうね、まあ、ややこう分かりづらい言い方だとそういう形になるんですけども、まあ、主にはですね、実際には和風のゲームということになるんですけども、そういうようなゲームをですね、特化して発信をしております。で、まあ、こういうゲームをですね、きっかけにして、日本のこの歴史や文化、伝統ですね、こういうのをこう知ってもらえる、あの、興味を持ってもらえる方がね、増えたらいいなというようなこう思いを持ちながらやっている、まあ、自分自身がこう結構歴史オタクだったりとかね、そういうか文化オタク あのだったりすするもんですから、まあ、そういうですねあの発信をしているという、まあ、ちょっとこうゲームチャンネルの中でも割とこう変わった、あのー、コンセプトのものだというふうに、ね、思います。まあ、そういう,こう発信をしております。であのじ あの、ゲームブロガーでもね、この、ラジオのタイトルにもなってますけど、ゲームブロガーでもありまして、ブログサイトの方は、まあ、かれこれ20年近くぐらいやってるのかなもうだいぶ長くやっておりまして、僕あの、学生時代のね、高校生ぐらいの頃から、まあ、なんだかんだですね、あの、サイトをいろいろとこう切り替えながらではありますけれども、まあ、長く、 こうやっているという感じですね、まあ、まさにあのー、20年近く前ですからあの世にこうインターネットってのができ始めたぐらいのですねそれくらいのこう何て言うかな 時代ぐらいからっていうのかな。それぐらいから、まあ、あの、書いてるっていう感じで、結構こう長く、あの、経歴としては、あの、ゲームブログ書いてます。で、えー、それからもうこの YouTube チャンネルとかですね、こういう、まあう、動画投稿ですけど、これについてもね、もう今となってはだいぶこう、長くなってしまいまして、まあ、10年近くぐらいかな、やってるということに、ねえー、なります。まあ、ずっとこの、あの、今の、 このメインチャンネルですね、このアカウントでやっておりまして、あの、ずっとですね、今みたいなこの発信テーマでやってきたわけではありませんけれども、えっと、一応まあゲームにね、関する内容というのはまあ同じような形で、まあ10年近くぐらいですね、これもまあやってるということになりますね。2015年ぐらいからやってるんで、まあ、正確に言うと9年、9年ですか。 はやってるとずっとですね、継続してやってるわけじゃなくて、えー、中には休止している期間もあるんでね、<laughs> あのずっとではないですけども、やり始めたのはこう9年ぐらい前ということで、これもなんかだいぶもう、あの今となっては、あこうあの古く、 からやっってるといいうことに、ねえー、なっちゃいましたね、はいまああのー、動画投稿とかの文化がですねだいぶう世にこう出てきたぐらいの頃くらいからやってるということで、まああのー、この動画投稿についてもですね、あのー、ゲームのこうブログを書くっていうそのブロガーとしてもこうかなり、ねえー、長くやっておりますということです。で、う、ま、よ、あ、曲折あってですねいろいろとこうやり方も あの、調整してきたんですけども、今はですね、自分のこうゲーム以外のこう趣味もこう含めて、あの、一番こうやりたいテーマというか、そういうようなものに特化しておりまして、どのくらいね、こう世間一般に需要があるのか分かりませんけども、このゲームと、それから、あの、日本のですね、歴史やこう文化をや伝統の発信とか、こういうのをこう絡めたですね、あの、発信内容をやってるということで、あの、今はこういう形でね、発信をさせていただいておりますんで、ま、ぜひね、興味ある方 方がいましたらまた、えー、引き続きチェックしていただければというふうに思います。はいということで今回はですね、えー、自分のこう簡単な、えー、自己紹介ですね、えー、終わりにしたいと思います。